はいどうも、サラクーです。今回はですね、こちらのですね、冬のバッテリーの取り扱いについて話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めましてサラクーです。今回ですね、冬のバッテリーですね、取り扱いについてね、話していきたいと思います。今ですね、収録しているのが2022年の1月に収録しているんですけども、今年もですね、かなり厳しい冬ということで厳冬になってます。かなりですね、全国的に寒い日が続いているということになっています。でですね、こちらのバッテリーに関して、冬のバッテリーというのはですね、かなり取り扱いに、ね、気をつけなきゃいけないということもありましてですね、今回ね、話をしたいと思います。でこのチャンネルですね、何回かですね、この冬のバッテリーの取り扱いについての話をね、してるんですけども、今回ですね、こちらのですね、DJI Mavic 3がですね、新たに来ましたので、あとですね、もう一回こちらの方ですね、冬のバッテリーの取り扱いについてね、話していきたいと思います。ではですね、早速話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらですね、Mavic 3のバッテリーになるんですけども、どのようにですね、主に使われるバッテリーとしてですね、リチウムイオンバッテリーとリチウムポリマーバッテリーがあります。でこちらですね、 DJI Mavic 3のバッテリーに関してはリチウムポリマーバッテリー、別名ですね、リポバッテリーとも言われてるんですけど、そちらがね、使われております。でですね、こちらですね、ドローンにもね、よく使われてるんですけども、あのスマートフォンとかですね、ノート PC でもね、使われてるですね、高容量で小型で軽量な二次電池、充電可能な電池というふうに、ね、なります。でこちらですね、リチウムイオンバッテリーとかリチウムポリマーバッテリーの扱いっていうのは、発火等ですね、いろんなですね、取り扱いに注意する必要があります。で今回はですね、冬のバッテリーの取り扱いについてですね、解説していきたいと思います。皆さんですね、冬場とか極寒の地ですね、スマートフォンとかをですね、使用されたことってね、あると思うんですけども、結構ですね、こちらのですね、バッテリーも含めてですね、電池の持ちが悪いとね、感じたことってね、ないでしょうか。動作自体が全然不安定になったこともね、あるかなと思います。実はですね、こちらのリチウムイオンバッテリー、リチウムポリマーバッテリーはですね、寒さにね、弱い特性っていうのがね、あります。ですね、ちょっとですね、画面のところにですね、放電温度特性っていうものをですね、出したいと思います。はい、こちらがですね、放電温度特性になります。でこちらの図ですね、横軸に容量が書かれてます、ミリアンペアアワーですね。で縦軸に電圧、ボルトが書かれてまして、でこちらがですね、高照容量 2000mAh で放電電流 0.2C、400mAというふうになってます。で、色別にですね、グラフが分かれておりまして、で赤色がですね、60度、黄色が20度、緑が0度、青がマイナス20度というふうになってます。で、こちらですね、放電特性の方を見ていただくと分かると思うんですけども、マイナス20度ではですね、放電開始後、直後にですね、電圧値が非常にですね、減っているということがね、わかります。で、こちらですね、なんでですね、電圧低下がね、起こるかというと、こちらですね、電池の中にリチウムイオンがね、入っているんですけども、このリチウムイオンのですね、移動がですね、低温で動きにくくなっているというのが原因になっています。それでですね、セルの内部抵抗が上昇してね、こちらのですね、電圧値低下がね、起こるというふうになります。ではですね、こちらのですね、バッテリーがそういうふうなですね、電圧値低下を起こしたときに、ドローンではですね、どういうふうなね、不具合がね、発生するかということをですね、お伝えしたいと思いますけども、大きくですね、2つほどです、考えられます。まず1つ目はですね、突然の電池の残量の低下があります。で、2つ目としてはですね、電圧異常によって、こちらのですね、ドローンとかのですね、センサー類の不具合、例えばですね、高度表示の異常とか、あと速度表示の異常、あとビジョンセンサーの異常などがね、考えれます。そうするとですね、こちらのですね、ドローンが落下とかね、暴走にね、つながったりします。ということでですね、フライト前にやっておくべきことっていうところですね、ちょっとね、話していきたいと思います。まずですね、こちらのね、バッテリーに関して満充電になっていることをね、確認するということになります。で、こちらのですね、今、ちょうどですね、プロポーが見えてきましたけども、こちらの方ですね、電圧値確認することができます。こちらの方ですね、必ず電圧値をですね、確認してください。あとですね、プロポとかのその設定とかしてですね、結構2、3分とか設定してる間ですね、その間もどんどんですね、バッテリー温度っていうのはね、
上がっていきますので、まあ、そちらの方ですね、まあ、バッテリー温度がですね15度以上にしとくというのがですねフライト前にねやっておくべきことというふうになります。で続いてですねフライト中にやっておくべきこととしてはこちらのですねドローンをホバリングしてバッテリーを温めるということをね行ってください。まあ、目安としてはですね1分から2分ぐらいということですね。でバッテリー残量をですね常に確認しておくということと、あとですねローバッテリーになる前にですね着陸させるということがですねいいかなと思います。まあ、目安としてですね、まあ、こちらですね Mavic 3の場合は、まあ、こちらですね 5000mAh と結構ですね大容量のインテリジェントフライトバッテリーですので、まあ、大体 20% ぐらいね残せばいいかなと思うんですけども、こちらのですねドローンじゃなくてですねもうちょっと小さい容量のドローンとかですね、まあ、30% ぐらいね残しておいた方がねいいかなと思っております。はい、ではですね実際こちらの DJI Mavic 3をですね屋外で飛ばしてきました。そちらの方ですね実演しましたので、動画をお見せしたいと思います。ではどうぞ。はい、今ですね、冬の屋外の海にやってきました。まあまあ寒いですね。今、気温はですね、7度ぐらいになっています。今から早速なんですけども、こちらのですね DJI Mavic 3をね、飛ばしていこうかなと思ってます。はい、ではですね今からちょっと電源を入れていきたいと思います。入れます。まあ、冬は本当にねバッテリーにはね気をつけなきゃねいけないかなと思っています。今ちょうどですね DJI Mavic 3のですね電源を入れて、今ちょうどですね DJI Fly が立ち上がったところです。ちょっとですね先に今どんなバッテリーがですね何度ぐらいかというところをね見ていきたいと思います。はい、こちらはですね安全のところから確か行けたと思うんですけども、安全のところにバッテリー情報というのがあります。ここをですね確認すると、今ですねバッテリーの電圧が 17.18V で、バッテリー温度がですね 15.7度というふうになっています。今ですね確かに気温の方は7度ぐらいなんですけども、ずっとですね今まで車の方で来て、ちょうどですね車から出たばっかりなので、まあバッテリー温度はですね比較的暖かい温度にはなっているかなと思ってます。ちょっとですねバッテリーこのままですねちょっと暖気を取りながらですね先にですね設定の方を済ませていこうかなと思います。はい、ではですねバッテリーの方もう一回ね確認していきたいと思います。今だいたいですね設定に2分ぐらいかかったって感じですけども、はい、こんな感じです。もう一回ですねバッテリーの方確認していきたいと思います。はい、ちょっと上がりましたね。やっぱ 1,2 分やるだけでもですねバッテリー温度が 16.7 度で、バッテリー電圧で、ね、17.11V となってます。はい、ではですね、ここから飛ばしていこうかなと思うんです。まあ、その前にですね重要なことがあります。飛ばす前にだいたい1分間ぐらいですね浮上させてですね、バッテリーの温度をですね温めたいと思ってます。じゃあ今から飛ばします。はい、今飛ばしました。ここでですねだいたい1分間ぐらいちょっとね、この場でホバリングさせます。はい、じゃあちょっとね待ちたいと思います。今ですねだいたい1分ほどですねホバリングさせました。まあ、この状態でですねもう20度ぐらいね上がってきてます。まあ、ちょっとですね大事を見てですねもう1分ね待ちたいと思います。はい、今ですね、ちょうどですね2分ほど経ちました。バッテリーの電圧はですね 16.32V で、バッテリーの温度はですねさらに上がって 21.6度まで上がってきます。まあ、ここまで上がりますねもう十分ね飛ばせるかなと思ってます。ではですねこれからちょっとね飛ばしていきたいと思います。はい、ではですね間もなくですね 20% を切ってきましたので着陸したいと思います。今ですねちょっとバッテリーの、ね、残量をちょっと確認したいと思いますね。はい、こんな感じですね、バッテリーの、電圧がですね 14.62V で、バッテリー温度もですねやはりね飛ばすことによってね 36.2 度まで上がってます。セルバランスの方ですね 3.65 から 3.66 ということですね、良好なセルバランスになってます。ただですねやっぱりですね 20% をね切ってくると結構危ないのでね、特に冬場は気をつけなきゃいけないということなので、私の場合は 20% でね下ろすようにしてます。はい、まあ、特にね、まあ、ビッグ3とかはある程度ですねバッテリー容量があるんで、まあ、ある程度は大丈夫だとは思うんですけどもね、ちょっとね安全を見てね飛ばしてるというような感じです。はい、ということですね、今回ですねこちらですね DJI Mavic 3のですね実演の方でやってみました。もう一回ですねおさらいしますと、まずですねフライト前にやっとくべきことということで、まずはですねこちらのバッテリーですね満充電になっているか確認するということと、あとですねこちらのですねプロポレですね、まあ、電圧値をね確認すると
ということですね。でバッテリー温度もですね確認しておくということが重要だと思います。でその後ですね、フライト中にやっておくべきことということでですね、ドローンをですねその場でホバリングさせるということで、まあ、今回ですね実演ではね2分ぐらいやりましたけど、まあ、目安としてはですね、まあ、1分から2分ぐらいがねいいかなと思います。こちらもですねドローンをねその場でホバリングということですね。で最後ですね、ローバッテリーにならない前に、まあ、目安として今回はですねこちらのねマビック3のバッテリーはですね結構容量がね大きいバッテリーなんで、まあ、20% ぐらいですね私はね戻してますけども、まあ、目安とですね 20% か 30% 残した上でですね着地させるということがねポイントとなります。本当にですねこちらのですねあのバッテリーリチウムイオンバッテリーとかリチウムポリマーバッテリーですねリポバッテリーの方なんですけども、このねバッテリーはですねあの特性をですねちゃんとね知った上ですね飛ばしていく必要がねあると思います。特にですね冬のバッテリーの取り扱いに関してはですねかなりね気を使う必要があってですね、特にねバッテリーの残量と温度と電圧はですね確認するということがですねマストとなります。本当にですね、墜落の危険とか、あとはこちらのですね、ドローンのセンサーの、ね、異常とかね、本当に発生することがありますので、ぜひですね、こちらのですね、バッテリーに関してはちゃんとですね、残量、温度、電圧値はですね、確認するようにね、しましょうということになります。はい、ということですね、今回は冬のバッテリーの取り扱いについてですね、説明しました。ではですね、次の動画でね、お会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。